が作曲したピアノ・ソナタ。日本では滅多に呼ばれることはないが、同じく破綻調で書かれた第8番、悲壮と比較して、小悲層の愛称で呼ばれることもある。3曲からなる作品中のピアノ・ソナタの作曲年は完全には特定されていないが、グスタフ・ノッテ・ボームの研究より1796年から1798年にかけて書かれたものと推定されている。 中でも、この第5番の第1、第2楽章は1796年に行われたヨーロッパ演奏旅行前には書かれていたようである。当初はスケリッツオもしくはメヌエットの楽章も構想されていたようだが、最終的に破棄され、番号付きピアノソナタとしては作曲者にとって初めてとなる三楽章制でまとめられた。全体が三楽章に落ち着いたことで、 ウィーン流の四楽章形式の伝統を脱するとともに、作品の力と内容の凝縮度が高められ、すっきりした構成を取りながらも視観させることなく、充実した内容を盛り込むことに成功している。初版は、作品中の3作でまとめられて1798年に、ウィーンのエーダーから出版された。3曲ともに、ベートーベンを熱心に擁護した、ブローネ伯爵夫人。 アンナ・マルガレーテへと検定されている。夫人は作品中の他にも、ブラニツキーの主題による変奏曲 WO71 などの検定を受けているが、1803年5月13日にこの世を去ってしまう。彼女の死に心を痛めたベートーベンは、歌曲集、ゲレルトの死による6つの歌曲作品48を白尺へと検定している。約18分。 そなた形式。冒頭の第一主題は決然とした、手話音に続く、マンハイム学派風の上昇音形、よび応答学区からなる。随所に挿入される給付が劇的な効果を生んでいる。フレイ一一小説の休止を挟んで四世で書かれた経過文に入り、アルベルティバスの上に平行調の変歩調調で、第二主題が提示される。フレイに第二主題が発展して、 ホルテッシモに到達すると第一主題の普天リズムが登場し、その後のコデッタで勢いを収めて落ち着いた調子で定時部を終える。定時部の反復を終えると、フレイ1を波長長に移して展開部が開始される。続いて単調となり新しい素材が導入される。フレイ3個の後さらに推移を経て再現部へと到達する。第一主題に続く。 第二主題はマズエ町長で再現されるものの、形式に沿った破綻町に切り替わって再度そうされる。最後は新たなコーダを置かず、最強音で手話音を打ち鳴らして力強く終わらせる。展開部の省略されたそなた形式。穏やかな楽奏の中に豊かな情感が込められており、作曲者指折りの非常に美しい感情楽章に仕上がっている。楽章は、 フレイ四の第一主題に始まる。フレイ四フレイ四が変装されると、装飾音に彩られた計画となる。エッドビィン・フィッシャーは、これとヨハンゼ・バスティアン・バッハのパルティータ第6番との間に、周知的な類似性を見出している。第2主題は変歩調調に出され、極めて細かい音符によって変装される。フレイ後続く楽奏は、 不転音符で提示されると三連符に変装されて、高しをする。展開部のあるべき箇所ではアルペッジョでフォルテッシュも除く、七の和音が一度だけ鳴らされ、直ちに再現部となる。再現部では両主題は変装の形で奏でられ、第一主題を素材とするコーダを経て静かに閉じられる。そなた形式。大変短い楽章ながらも創意が凝らされており、充実した内容を誇る。 単独の楽章としては採用されなかったスケルゾの要素が盛り込まれているという見方もある。ドナルド・フランシスト・ビ b はこの学章の表紙と急速なテンポ指定がもたらす困難さを指摘しており、それでもなお完璧に演奏された時にのみ、途方もないユーモアを引き出すことができるとカール・セルニーは述べている。冒頭から不気味で緊迫感のある第一主題が奏でられる。 ピアノ30奏曲第3番やピアノ競奏曲第3番などと同様、作曲者の破綻調の作品にしばしば見られるユニゾンによる弱音からの開始である。フレー6第1主題が発展した経過から16分音符の流れが起こり、一気に勢いを増した後でフェルマータによって区切られる。第2主題は変補調調で出されるフレー7であり、第1主題とは対照的な性格を有している。 フレー7やがて第1主題が低音に出されると、絢爛たるパッセージが繰り出され、ごく簡素なコデッタを置いて、定時部の反復となる。わずか11小節からなる展開部は、フレー6冒頭の素材のみから構成され、その終わりには、公共局第5番の運命動機に似た動機が登場する。再現部では、破端長の第1主題の後、第2主題が波長長に出される。 コーダではまず変に蝶々の第二主題が奏されるが、次第に速度を落として、アダージョに到達すると、後年のピアノソナタ第17番を想起させるような、アルペッチョが挿入される。ここから、元の速度に復帰すると、第二主題の要素に第一主題が組み合わされ、最後は静まりながら、全曲に幕を下ろす。注釈出典。ありがとうございます。